ドライブしながら美味しいお店や観光情報をお届けする信州観光ドライブトーク。本日は軽井沢町浅間山ライン入り口から東御市の北国街道まで向かいます。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。5月の晴れた日なんですけれども、この少し前にですね、ほぼ同じルートを通ったんですが、今回はですね、新緑がとても綺麗でしたので、同じコースであえてお送りできればと思っております。浅間山ラインの入り口から、ここからはですね、前に見えるのが浅間山なんですけれども、こんな感じのコースで本日は向かいます。ずっとですね、西側に向かっていくんですけれども、途中、小諸インターのところで、ちょっとですね、下に降りて、市街地をドライブしようかなと思っております。もう5月ですけれども、浅間山に雪が積もってますね。そうですね、今年はなんだかちょっと寒いような、例年に比べて気もしますけれども、もう毎年こんな感じですかね。そうですね、軽井沢町では、ゴールデンウィークがだいたい桜の見頃と言われてるんですけども、今年はちょっと早かったんですね。ただまだ5月のこれ中旬だったかな、雪が浅間山の山頂の付近では積もるというような感じです。もうだから10月末ぐらいから浅間山冠雪するじゃないですか。はい、10、11、12、1、2、3、4、5とね、半年以上雪が楽しめるという、雪が楽しめる、まあ、そんなあの寒い軽井沢ではありますけれどもね、この短い春と夏の季節を本当にこう楽しもうっていう気持ちを持ってしてですね、やっぱり住んでいる身としてはこう花だったりこう美しい景色だったり緑だったり風だったりをね楽しみたいなと思っておりますが、はい、5月ですけれども、緑がですねかなり青々しい感じがあると思います。まあ、この濃い緑はですねもう針葉樹、まあ、常緑樹なので、もう今この左側のね、もみの木かな？なんですけれども、ところどころ若い、なんだろうな、こう黄緑色の若葉が出ていて、私自分がですね、芋虫だったら、多分、すごい美味しそうだなと思いながら、この新緑見るんじゃないかなと思いますけど。まあなんか光の見え方とかがこうちょっと違うんですよね。この新緑の頃って、はい、やっぱり若葉の薄い、うん、あの緑色がまたこうそこに光が差して透けて美しい木漏れ日になったりっていう、なんかだからそういう意味ではこの季節結構5月のまあ下旬とかね、ゴールデンウィーク終わるとやっぱり観光客の方一旦減りますので、はい、まあ、そういう意味でもね結構おすすめな時期ではあるんじゃないかなという話をね、この前のライブでそういえばしてましたね。はい、もうだいぶ桜は散って、左側は桜の木だったかな、あのほぼ花びらは落ちてしまった感じなんですけれども、お花としてはですね、ツツジだったりとか、それから山吹だったりとか、他にもですね色鮮やかな藤はまだですけれども、かなりいろいろなお花が楽しめるのがこの季節の素晴らしいところです。この前あの蕎麦のね、軽井沢でおすすめの蕎麦の店っていうあのまとめの動画を作りましたけれども、はい、そちらでもちょっと言及したお店が先ほどちょっと右側に出ていましたけれども、木こりさんお湯分けのお店なんですけれども、こちらの姉妹店の、手打ちそば香り屋さんが、はい、今過ぎたところですね。はい、過ぎました。それから、こちらも今三代田町なんですけれども、この道沿いにあるお店としては、ケーキ、それから紅茶、焼き菓子と紅茶で売ってますルパステさん、こちらのですねカフェもとても眺めが良くて、まあ、この日も晴れていたので、あとでちょっとあの小諸インターのところで、このね浅間山ラインから下を見た時のビューをちょっと映ると思うんですけれども、とても気持ちがいいカフェになります。八ヶ岳の方面が見えるってことですよね。そうですね、はい、まあ、そういうビューですね、はい、でそのあの付近にあるのが飯酒井さんね。もうここはだいぶ安定した人気があるんじゃないですかね、はい、あの食堂なんですけれども、うん、まあ、焼き魚定食とか、はい、そういったお店ってなかなかね少ないですよね、はい、とても。ここ左がルパステさんですね、はい、ここの道を降りる感じです、はい、でこパンツルーベさんが右側にあって、こちらのパン屋さんもとっても人気ですけれどもね、うん、でこの左側の、黒い
なんというか建物が飯盛りさんです、はい、こちらですね。でも夜もね、まあ、お昼と同じような定食の内容がリーズナブルに食べられるって結構貴重かなと思いますね、この近辺では。お魚がの調達がうまいんですけれども、うん、どこだっけ、横須賀だっけ、横浜だっけ、横浜で以前、お店経営されてたってことですね。あと今ちょっと通り過ぎたのがジゴナ屋さんですね。ジゴナ屋さんのワンちゃんを連れたテラス席がある連れて行くことができるテラス席があるそばの店って、このジゴナ屋さんか先ほど言った手打ちそば香り屋さんなんですよ。でビューが全然違うんですね。ジゴナ屋さんは八ヶ岳の方に向かって開いてるビューで眺めですね、はい、で、手打ちそば香り屋さんは浅間山ビューなんですよ。だからなんかそういう使い方分けをしてみてもいいかなと。もちろんそばも全然違うんですけれども、はい、そばのなんていう方向性もちょっと違うんですけれども、うん、眺めどっちがいいかなっていうので選んでもいいかもしれないですね、その2つの選択肢から。はい、右側の芝桜は平松さんですね。平松さんですね。すごい綺麗な芝桜、もうピンク色が鮮やか、こうひときわ目立つ芝桜、ね、目立ちますね。はい、浅間さんラインが、ずっと来ましたけれども、この辺りになるとかなり木の数も多くなってきて、芝桜左側もありますね。綺麗ですね。この紫っぽいのは藤ですよね、多分。山藤じゃないですかね。だんだんこの道は標高が下がっていくので、それでですね、お花の咲き具合などもちょっと変わってくるというような道になります。もともとこちら広域農道だったんで、左側右側そうですよね、畑がたくさん ね広がってますけれども、それか、もともと農道だったんですよね。そうです、そうです、まあ、農道ということもあって、電柱がないエリアも多い、さっきのねとこなんかもそうですけれども、すごい開けているのはそういう理由なんですね。はい、そして左側が浅間さっきのあげ園とありましたが、新楽寺さんですね。公園とお寺が併設しているところです。今着投げ見頃じゃないですか。いや、そうと思いますね。5月ですか、はい、5月。新楽寺さんはお花見なんかでもね隠れた名所なんですけれども、浅間着投げ園という、こう着投げがあれ何株あるんだろう、すごい数ありますよね、うん、とても綺麗なので、こう軽井沢でねゴールデンウィーク混んでる時なんていうのはこちらの方に来て、ゴールデンウィークだとまだ桜かな、尺投げ早いかな、まあ、いずれにしてもこう良い公園ではあります。御代田町の一番大きなお祭りで龍神祭りというのがあるんですけれども、そちらの舞台でもあります。龍神祭り今年はやんのかな、どうなんですか。まあ、新型コロナウイルスのね、影響で延期というか、まあ、中止になってましたけれども、はい、最近では龍神祭り、尺投げ公園祭りっていうのは中止になったみたいですね。まだちょっと長野県特別警報とかね、今このコロナ禍でやってますけれども、どうなんでしょうか。まだ分からないですね。もうちょっと先なのでね、はい、多分直前にならないと分からないと思いますけれども、ホームページも情報が止まっちゃってんで、続きまして、だいぶこの辺りだと夢ハーベスト農園さんですね。あ、ちょうど看板があります、ね、はい、農場、夢ハーベスト農場さんですね。右手今曲がったところですね。はい、私は時々2年に1回ぐらい行ってますかね。2年に1回行く、はい、その心はなんで2年に1回なんですか。なんか気分的にだと思います。気分的に理由はないんですけども、なんかラベンダーとかがすごい咲いてて綺麗なので、うん、でなんか入場すると、はい、ラベンダーをなんかもらえるんですよ。なんかくださってて、はいはいはい、ちょっと今もそのサービスが継続されてるのか最近行ってないので分からないんですけれども、うん、またちょっと久々に行きたいなと思います。バラ6月ぐらいの時期にもバラがね結構咲いてて、まあ、ちょっとバラ園みたいな感じになってて、うん、でラベンダーも咲いてて、で眺めもすごくいいんですよ。この山麓なので、はい、さっき言ったように
八ヶ岳の方向こう開けて見えるで、うん、ガーデンがあるっていう景色なので、なかなかそういう眺めって珍しくはあるので、あの気に入ってそうです、ね、時々行ってますね。ラベンダーとこう遠くの山々が見られるっていう、ね、あそう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 、なんかちょっと不思議な光景っていうか、すごい円形のこう、うん、抜けた眺めがありながらもラベンダーがその目の前に生えてるっていう、バラのアーチなんかもところどころにあって、そうなんですよ、バラ園としてもいいですし、あとなんかね、うん、カフェも私利用したことないんですけれども、ちょっと次回行った時利用してみようかなと思って、まあ、定番のソフトクリームみたいなものからラベンダーソフトクリームとか、ね、はい、ちょっとおしゃれな飲み物とかもいろいろあって、うん、まあ、そういう意味で、まあ、観光農場の、はい、農場って書いてあるんですけど観光農場なので、うんうん、なそういったことがちょっと楽しめて、規模的にもそんなに大きすぎないっていう感じにちょうどいいかなと、はい、まあ、バラとかハーブとかの苗も手に入ったりするので園芸が好きな方にもおすすめですかね。続きましてトンネルが見えてきましたが、こちらが松井トンネル、松井トンネル入りましたよ。ここら辺もね、もうあの住所的には小諸市なんですけれども、いくつかお店があったりしますが、小林農園、違う、松井農園がね、見えてますけどね、このいくつか、あ、ここも観光農園だ。観光農園この辺り多いですね、改めて見ると。そうですね、やっぱりリンゴ栽培してるの、私確か松井農園さんは一回カフェも行った気がしますね。あ、そうですか、はい、覚えてますか、付属の。あ、そんなにね大きな規模とかじゃなくて、うん、もう本当にお一人でされてるような、ああの切り盛りされてるような感じのところで、ワンちゃんも OK で、テラス席があって、友人と一緒に行ったんですけれども、うーん、リンゴ栽培されてる農園なんですよ。何食べたかな、なんかでもすごいあのヘルシーな食事だった気がしますね。うん、トンネルがから抜けまして、またここら辺に来るとちょっとまた緑の感じも変わってきたかな。さっきよりもちょっと濃くなってる感じしませんか、私だけかな。うん、あ、そしてここからの眺めもいいですね、遠くの山々が見えてます。なんかあの、私これ撮りながらずっと思ってたんですけど、前の車がずっと日通なんですよ。あ、本当だ、日通の提供ぐらいな感じで日通のロゴを出し続けてる感じなんですそうですね。で、なんかその、我々もね、この信州観光ドライブトークのシリーズやってるじゃないですか。はいはい。なんかスポンサーさん欲しいなと思って。で、我々の前をずっと走ってもらうんですよ。ああ。で、はいはい、そうすると、その、まあ、商用車のさ、はい、こうなんか後ろになんかあるじゃん。うんうん。なんか、クリーニングとかさ、うんうん、ペットホテルとかなんかそういう、はいはい、そういうロゴをずっと出し続けられるっていう広告枠を、儲けようかなって。なるほど。私この時ドライブしながら思ってました。へー、どちらかね、あのそういううちの商用車ドライブトークで前にずっと映してほしいよっていう方がいらっしゃった、そういう既得な方がいらっしゃいましたらぜひですね、はい、当チャンネルのメールアドレスまでご連絡。そしたら多分あれですね、軽井沢町内はいなどいいじゃないですか。いいですよ、ね、渋滞の時とか最高じゃないですか。すごいロゴがこう、ロゴが近くでずっと、はいはい、近くで見られる。そうですね、需要あるのかな、軽井沢の渋滞を撮影していましたって。でも結構気になる方はいらっしゃるんじゃないかな。なんかその軽井沢の渋滞すごいすごいって私たちも言ってますけれども、実際どれだけ進まないのかとかね。それさ、まあまあいいですけど、はい、企画としてあれですか、その、じゃあ何、サムネイルとかは、軽井沢の渋滞にハマってみた結果は。ハマってみた結果。はい。そのすぐ先の、いつもだったら5分で行けるところをどれぐらいの時間かかるのか検証してみました、みたいな。検証しました。そういう、はい。スポンサードバイどこどこみたいなね。スポンサードバイどこ、スポンサードバイどこどこの。ほぼそのロゴしか映らないっていうのが。いいですね。いいですか、いいじゃないですか、それ。
でも結構アップで映りますよね。まあでも今年もねゴールデンウィークは結構混んでたみたいですね、軽井沢町。うん、まあ、軽井沢住んでる身からするとやっぱり長く住んでる方は特にあの、はい、家でゆっくりするっていう人が多い、うん、多いですよね。出歩かないよねみたいな。まあ、それも軽井沢だけじゃなくてあのもう観光地に住んでる方のなんか宿命みたいな、うん、まあ同じだと思うんですよ、どこの観光地もね。鎌倉とかもすごいみたいですよね。あのあとほら湘南とかさ、はいはいはい、あのスラムダンクの交差点は地元の人はもう通れないぐらいらしい。通れない、みんなこう写真とか撮ってるから。あ、なるほどね。通る人もいると思うんですけど、はい、通らざるを得ない方もねだっていらっしゃると思うから、うん、生活する上でねそこを撮らなきゃいけないっていう方もいらっしゃると思う。はい、ずいぶん西側に来ましたけれども標識が見えてきまして、こちらから左側に行きますと小諸インターチェンジ開けてきましたね。いいですねこの眺めもね。うん、あ、ちょっとね 右側にうっすらとねこうアルプス、はいはい、が見えてくるんですよ。あちらは、白馬村とか小谷村の方ですね。はい、大町とか。そうですね、はい、まだね5月に、ね、でも今年はスキーに行かれた方なんかもいらっしゃったみたいなので、ああいったね小平山脈の方見えると、まあまだあの辺りは雪が積もってんだなっていうことを感じますけれども、浅間山ラインから下に降りていきます。ここからの眺めも素晴らしいですね。右側にあるのが八ヶ岳、立科山ですね。そして左側に行きますと実は向こうの方が軽井沢が、見えるという感じになってます。どうですか優子さん、遠くの山々を見てみてどうですか。はい、あの信州生まれとしてはやっぱりこうやって高い青い山々に育てられた育まれたっていうのがなんかなんでしょうね、うん、あの私が東京に行って、はい、東京というかまあ関東地方に行って驚いたのはですね、うん、山が青くないこと。山が緑色あなことがびっくりしました。山はこう青いっていうふるさとっていう歌がありますけれども、はいはい、なんかあの作詞の方が長野県出身の方で、うん、山は青きふるさとっていう一節があると思うんですけれども、はい、まあ、そうやって信州で生まれ育った人はこう山は青いっていう、うん、こう何て言うんだろう、そういう感覚でいるので、山が緑色だけっていうのがちょっと何て言うんだろうな、少々驚きましたね。なるほどね。山は青く白いっていう場所なので信州は大体、はい、で山に囲まれているところなので。あ、どうですか太一さん。そうですね、いやなんか私今その話を聞いて思い出したんですけども、チベットに行ったことがあるんですよ、はい、でチベットはもう富士山の標高よりも高いぐらい 3000m から 5000m ぐらいのところに人が住んでいるんですけれども、うん、はい、まあ、当然夏に行く、冬は寒すぎるので。山の色はね茶色でしたね。うん、そこまで行くと茶色くなるんですね。地層もあるんですけれども、はい、そもそも森林限界を超えているので、はい、高い木が育たないんですよ。そうですよね。なのでこの信州の山っていうのはなんだろうな、こう山が緑があるっていう前提で遠くから見る山っていう感じなのかなと思ってて、八ヶ岳の方、まあ、八ヶ岳も中岳ぐらいになれば森林限界ありますけれども、あちらにある植生と例えば浅間山のふもとからこう頂上に行くまでの植生って全然違うと思うんですよね、うん、なんかそういう点でいくと山によって個性があるのが信州のこう遠い山の景色なのかなって思ったんですよね、うん、例えばこの時期は浅間山も見られるし八ヶ岳の方も見られるし、雪がちょっと残った飛騨山脈も見えるみたいな感じで、うん、本当にさまざまな山の姿が同じ季節でも楽しめるっていうことを思っていたんですけれども、何の話をしてるんですかねこれはね。小諸インター南の交差点です、ここから北国街道になります。
小諸市街から少し西側に来たところなんですけれども、上田まで17キロというふうに出ています。近い山は本当に緑ですね。この季節青々しいというか、ようやく日通のスポンサーが終わりました。そうですね、はい。そしてこのまま東御市の方に向かっていきますけれども、グルメ情報を一つお伝えしますと、右側にですね、あるお蕎麦屋さんの工場が、工場とかこれ倉庫なのかな、見えてるんですけれども、草笛さんですね。見えますか？草笛さん、はい。この辺りでかなり大きなお蕎麦屋さんのグループですけれども、ここに工場があるんですよね。小諸作上田長野。ゆかさん、草笛の天ぷらが許せないって言ってましたよね。許せないっていうか、いや、なんかリンゴの天ぷらがあるんですよ。はい。それが私はちょっと苦手だったな。なるほど。なんかこの地域は、おまんじゅうを、天ぷらにするっていうのがあるらしくて。おぉ。で、なので、まあ、草笛さんはなかったと思うんですけど、はい、小諸の、小諸結構昔からやってるお蕎麦屋さんが多いんですよ。うん、で、プリンスに入っている、プリンスの正確にはスキー場の中にあるんですけれども、はい、そちらの蕎麦倉長寿庵さんの本店が、小諸にあってですね、はい、結構そこのファンの方もいらっしゃるんですけど、うん、そちらではね、そのおまんじゅうを天ぷらにしたものがいただけます。召し上がることができます。すごい、あやまんじゅうみたいな感じなんですか？衣もついてる。天ぷらです。天ぷらです。まんじゅうの天ぷらです。なんかそういうのがこの地域一帯では、そういう、なんて言うんでしょう、文化というか風習というかがあるみたいですよ。なるほどね。ホームセンターのカインズ小諸店を過ぎまして、もう少しで東御市に入るというような、そんな感じです。もうこんな左側すぐ千曲川沿いにこうこの道は伸びているんですけれども、カツ丼とかお食事どころとか、なんかこの辺りに来るとこう昭和から続いてるのかなっていうようなお店もね、いくつかあったりします。あとはこの辺りの観光情報でいきますと、布引観音というのがちょうどこの左側、千曲川の向かいにあるんですね。布引観音といえばですね、実はこの布引観音の、登山道みたいなものがあって、釈尊寺というお寺なんですけれども、こちらがですね、清水の舞台に似たような、そんなですね、素晴らしい景色が見られるというのと、そこからですね、浅間山が見えるという点で、一つ、釈尊寺、布引観音、こちらもお出かけにおすすめのスポットです。小諸市大久保という住所にはなります。天台宗ですね。はい。そして随分、空が開けてきましたけども、もう東御市に入りましたかね。まあ、この辺りからもね、市街地ですけれども、遠くの山々が見えるという景色が広がってます。あ、ここから東御市になりました。はい。もう少しドライブトークは続くんですけれども、大連くるみの里という看板が左に見えまして、こちらのちょうど右側に行って浅間山ラインの方に戻りますと、道の駅、このドライブトークでも何度か別のエピソードで紹介してますけれども、非常に人気のスポットがあります。布引観音がありまして、東御に入ってですね、
私あのこの道でですね、ちょっとあの結構好きなラーメン屋さんがあって、喜多方ラーメン番内、うん、知ってますか？そうですね、でもまあ東海だったら軽井沢関連で言うとエルミタージュ田村さん出身のピシェドモモカさんっていうお店があのリニューアルしてサンスっていうお店になったんですよ。あんまり買ったの？リニューアルオープンしたんですよね。こちらもまああのそのフルールドペシェでも向かってるのも9店名なんですけれども、はい、まあ、この通り沿いにあるんですけれども、もうちょっと通り過ぎちゃったかな、ちょっと通り過ぎちゃったかもですけど、お店もなんかリニューアルしてすごい綺麗になって、でもこの辺りですよね、今シゲのオツですから。そこ喜多方ラーメンの近くですね。はいはいはい、すごいですね。私は喜多方ラーメンに注目をしていて、ゆうこさんはあこちらの左側ですね、イタリア料理でしたっけ、フランス料理、フランス料理ですね。あのエルミタージュ田村さんの出身なのと、お弟子さんなので、ね、私はチャーシュー麺がおすすめって言おうとしたんですけども、はい、ちょっと全然違う視点で同じ道でも面白いですね。あのお店近いですけどね、確か2つのお店、はい、割と近いですけど、あの興味があるところがそもそも違うっていう、はい、サンスさんですか？サンスです、ね、SANS ですか？ SENS ですね。 SENS です、はい、なるほど、なかなかまともないトークですが、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。いいねと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録、そして当チャンネルが続きますよう皆さんのご支援、ガソリン代スーパーサンクスでご支援お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ちょっとさ、喋るの早くないですか、うん。